では続きましてお二人目ですけれども、お二人目はですね、今日は三重県からお越しをいただきました、三河ゆりさんと申します。デビューの方はですね、今から10年ほど経つんですけれども、当社の方にお迎えをしまして、この方にも三河さんにもぜひとも頑張っていただきたいと思っております。では三河さんをご紹介したいと思います。どうぞ。どうもありがとうございました。お世話になります。もうこのですね、はい、演歌パドックも、はい、YouTube でね、ご覧になる方もいらっしゃったりね、はい、非常に注目されておりますのでね、はい、今日もたくさんおしゃべりもし、そして歌もね、聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあまずはアピールじゃないんですけど、ちょっとねご挨拶といいますか、はい、いろいろお話を伺いたいと思います。どうぞお願いいたします。はい、どうも、はい、ただいまご紹介いただきましたように、私は三重県は名張でございます。まあ、こっちはね関東の方ですけれども、もう生まれ育ちも関西、お話のしゃべり方も多分ね関西語がねちょっとね入ってくるかなと思いますけれども、まあこんな三河をね皆さんの前でこうして歌わせていただき、そしてご挨拶させていただくこと、本当にね楽しみにしてまいりました。私もデビューいたしまして、もうまだ9年目でございます。まだまだねこの業界ではまだまだちっちゃいひよこでございますけれどもね、でも自分の夢を叶ったっていうことで、本当に今日は嬉しいことでね、遅かけのデビューではございますけれども、まあ私もデビューは演歌でさせていただきまして、そして何を一番大事にしようかなと思ったところ、やっぱり皆さんにね分かっていただけるその詩のね言葉、そういうものをね皆さんに訴えられて、そして共にねこう味わいできる、そういう歌い方をして皆さんと共にね歩めたらなと思って、それはもう常に思っております。今日はねあそこに作詞の先生と作曲の先生、昨年の10月の24日にお疲れサンバ黄昏のルフランでね新しい曲出させていただきました。その作詞の先生上中玲子先生、そして作曲の古川三四郎先生、今日お見えなんです。すごくだからドキドキしてねすごく上がっておりますけれども、本当に一生懸命これからもね全身で頑張っていきたいと思っております。そしてね今日は私三河ゆりの東京デビューの日でございます。皆様ありがとうございます。どうしてもね私は東海地方です。そして関西方面、この前も岡山は倉敷の方まで行ってテレビでね映していただいたり、いろんなとこにあちら向きが多いんですけれども、こっちのね関東の方向いては初めてでございます。どうぞ皆様この三河もよろしくお願いしたいと思います。お願いいたしますね。はい、それでは新しい歌、今日は作詞の先生作曲の先生を前にいたしまして歌わせていただきたいと思います。一生懸命頑張って歌いたいと思います。皆さん聞いてください。お願いいたします。お疲れサンバ、よろしくお願いいたします。Little amino
がとうございます。まあ、とってもなんかまさに踊りたくなるような歌ですよね。そうです、ね、はい、そして今回カップリングの曲はなんですけども、どのような感じの歌なんでしょうかね。カップリングはね、黄昏のルフランと言いまして、はい、ルフランというのはフランス語でございます。おしゃれなね、おしゃれなおしゃれな歌に出来上がっておりまして、リフレンと言いましてね、はい、反響のね意味を示すそうなんですけれども、それを女性の切ない女性心を断ち切れないで、いつでもいつでもね、こう思い出すような、そういう淡い香りのね、歌に出来上がっております。やっぱこの歌もまたね、聴いていただきたいですね。はい、今日それでね、はい、このお疲れサンバ、はい、ね、どうぞ、熟年女性の応援歌として作っていただいておるんで、はい、さっきそれの忘れたらごめんなさい、うん、でそれと、はい、ね、さっきも先生とお話してたんですけれども、三河は東京で今日歌わせていただくのが初めてでございますのでね、また東京の方でもいろいろ仕事の場がねあればいいなということで、はい、新宿とかね、新橋とかね、なんかそういうとこで何て言ったっけ、何て言った、キャンペーン、キャンペーンとかもやしね、はい、先生のギター演奏でね、はい、はい、ライブみたいな、そういうのものもね、はい、手掛けさせていただいてね、もうぜひ三河を東京の方で、ね、知り合いの、ね、方がたくさんできることを祈ってね。今日はですね、私どもの関係してる、あるいはお世話になってますね、はい、その業界の方たくさんいらっしゃってますからね、はいはい、またそういう方の力もお借りしながらね、三河さんがどんどんね、はい、東京でもまた話題になり売れてね、いただきたいと思います。それからね、はい、ポスターとね違うんですよ、はい、私ねよく言われるんですけど、今日は特に違うんですけどね、はい、先生の方ね、すいません、今日はねそうなんです、こういう会なのでね、そうなんですよね、なるだけおしゃれじゃなくて、そうステージ衣装じゃなくてね、普段着にしてくださいね、皆さんごめんなさい、はい、よろしくね、こんな子でございます。いやもう十分今日もうすぐですよ、大丈夫です、はい、でもやっぱりこのなんて言うんでしょう、今のお歌のムードを考えますと、やっぱり素敵なねドレスでもってね、キュートな感じでね歌っていただきたいなというのは確かに分かりますよね。それはもう皆さんもそうだろうなと思ってね、思われたと思います、はい。でやっぱりこの中でね、今日話の中で、歌詞の中で、はいはい、自分へのご褒美っていう言葉がね、はい、ありますよね、はい、でこの例えば自分へのご褒美もらえるとすると、はい、三河さんは何が欲しいというかしたいですか。あ、したいですか、うん、したいというか自分へのご褒美として、自分例えば洋服を買ってあげる、自分に対してねあげるとか、なんかあるじゃないですか。紅白出たいです。紅白自分へのご褒美、懐かましすぎました、ごめんなさい。いやでも本当はそれは嬉しいことですよね、はい、それはみんなが願っていることですけどもね、はい、はい、じゃあまあともかくですね、全身全身で、ね、そうでございます、頑張ってまいりましょう、はい、どうぞ皆さんよろしくね、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日お二人目は、三河ゆりさんにご登場いただきまして、この回第1部は、北岡宏さん、そして三河ゆりさんで締めさせていただきたいと思います。